十一面観音は多くの顔を持つ観音の変化身です。この姿はあらゆる方角の衆生を漏らさず救う救済を象徴します。菩薩は悟りを開かずに衆生を救うため、その体には美しい装飾品をまとっています。涼感に満ちた肉感的な体で緩やかに腰をひねる立ち姿は気品にあふれています。目尻が上がり、太い鼻筋が通る強い綿棒などには平安前期の名残をとどめていますが、穏やかな造形から10世紀の像と考えられています。台座から頭部まで桜と思われる材による一木造りで、腕や天根、頭上面は後の時代に補われたものに変わっています。腰をひねる優美な立ち姿が美しい上原コレクションを代表する仏像です。